イラブラウン、ちょっとここはミスマッチだ、林がつく、アイラブラウンのショットはどうだ、これも来ない、ドブラス、ようやく得点が入りました。大阪先制点はドブラスです。ラメナ、ラメナここでですね、ガドソン、ガドソンがスリーを狙っていく、おお、時間いっぱいで決めていった、ロザービータで決めました。あの一つ目のシュートで大体その日は決まるという、そうですね、ことも言われてますけどもね。ガドソン、ここは落ち着いて、いや決めてきた。そしてその前の試合の名古屋戦では21得点のキャリアハイ、ハイを上げています。オマラのダンクはすごい迫力、立ち向かったプレーが良かったですね。これがね、あの裏をついたプレーですよね、はい、さあ関東がドグラスに預ける、リバウンドはアイラブラウン、よくリバウンドいっていました。アイラブラウンからドブラス、 いいですね、いやドブラス冷静に決めていきました。そしてもう一度組み立てる大阪、中村、中村決めた、中村、森山、ラベナに戻す、ラベナからコーナー、柏村、ああ来ました、ラベナ、ラベナ一つ置いて、スミスは、おお、スミス決めた、高さもあります。そして走れる選手、渋田、渋田、これファウルない、あっとドンディが奪った、さあここは竹内だ、竹内バスケットカウント、さあボールマンに行っています、森山、森山スリー来た、昨日の再現か、3つになっています。個人ファウル、足枕スリーは、あーやはりタッチが戻っている、アイラブラウン、リバウンドはガドソンだ、さあガドソンがここは競争、自分でいく、決めた、ブラウン持っていましたが、さあラベナ、ラベナバスケットカウント、スーパープレーだ、これをなんとか伝えたいですね。オバラ、今のボール大阪としては取りたいんですね。そうですね、取りたかったですね。さあ木下、石の一本来るか、アイラブラン、ここでゲームが終了です。